こんにちは。ビーハニア株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。ワールドトリガーが初ゲーム化、PS ビータワールドトリガーボーダレスミッション2015年発売決定ということで、こちらですね、新作のゲームに関するお知らせでございます。現在ですね、テレビアニメも絶賛放送中、ワールドトリガーですね、その少年ジャンプにて、連載もされております。ですね、これからの、世代はですね、担うようなジャンプの漫画にですね、成長していくのではないか、そのですね、今発展途上というところで、アニメ化ゲーム化も踏まえですね、さまざまなクロスメディアでの展開を行っております。ぜひですね、興味があるという方はですね、こちらお調べになってみていただければと思います。こういったですね、さまざまな方向で展開していくことによって、やはり今まで知らなかった人がですね、その作品に、親しむことができるというふうにですね、チャンスも増えていくと思いますので、そういった意味ではですね、お知らせ、こういったものに関してもですね、これからもしていければと思っております。どうぞ、チャンネルの他の動画も見てみていただけると幸いです。